沈黙を埋めようとしないこれめっちゃ大事やからねはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは我が子の気持ちがわからない苦しい親子関係から抜け出す方法ですということでね、えー、このようなことはありませんでしょうか子供が 何を言っても、いや、子供にやな。子供に何を言っても届かない。勉強しなさいって言っても、分かってるって言って空返事で、全然勉強しようとしないとか。えー、学校何やったのって聞いても、別にとか普通みたいな感じで話そうとしてくれないとかね。えー、何か困ったことがあっても全然相談してくれないとか。えー、受験勉強なのに全然勉強しない。 ずっとイライラして、でもそのイライラをぶつけたとしても、もう全然話を聞いてくれない。まあ、とにかく、ギスギスしてるってことです。で、親自身もね、なんか子供といると気まずいなと思ってしまったり、なんか子供といると、なんか何話したらいいかわかんないなと思ってしまって、なんか居心地が悪くなるとか、そのようなことはありませんでしょうか。まあ、こんな感じでね、子供との関係で、辛いとか、 苦しいとか、やりきれないとか、イライラするとか、腹が立つとか、鬱陶しいとか、憎い。そのような感情、ネガティブな感情にね、囚われて、子供の存在そのものが苦痛だと訴える親御さんが増えています。ということでね、えー、今日はね、苦しい親子関係から抜け出す方法ということで、えー、僕がね、子供との関わりにおいて最も大事にしていることが、まさにこの親子関係なんですね。 うん、子育てにおいて、えー、親子関係以上に、親子関係を良くすること以上に大事なことはないって話をしておりますと、親子の間に安心感を育てましょうって話ですね。お互い自然体で思っていることを言い合えるような関係、どっちが上、どっちが下ではなく、対等な状態でね、一人の人間として子供を扱い、で向こうも、なんだろうな、親のことを一人の人間として尊重してくれる、そのような関係性を作っていくことが大事だよねって話をしていて、 これまでもそういうふうなね、えー、より良い関係、安心できる関係を作るために、えー、どうしたらいいんだろうということで、えー、やる気を高める関わり方、自己肯定感を高める方やり方であったり、えー、自分の中にあるこうしなければいけないという思い込みを緩めて、親も頑張りすぎずに子供を伸び伸び育てる方法などを解説してきましたということで、まあ、今回のこの動画では、もう苦しい親子関係から抜け出す方法ということで、えー、今の関係性、今ちょっとなんか気まずいなとか、 スギスしてるなっていう関係性からお互いが居心地がいいそういう関係性にするための19。 の関わり方方そししてて考え方を、えー、解説いいいきたいと思います最後まで聞いていただくと子供との時間が楽しめるようになると思いますので、えー、最後までご視聴ください。ということでね、えー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています、えー。よかったらチャンネル登録をしてください。あと概要欄にもね、著書の紹介とか、えー、無料の動画をプレゼントする。無料の動画で20 26本,よ26本無料というか、有料講義の動画を無料で、えー、プレゼントする、無料の動画じゃないな、有料講義の動画を無料でプレゼントする、公、えー、式 LINE とかにもありますので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、じゃあちょっと今日は法事者飲みましょうか。はい、ということで。 あんまりね、ちょっと飛ばしすぎると、最後ら辺ちょっと眠くなったり、なんか疲れてきて、なんかもう、もうええわって感じになっちゃうんで、<laughs> まああの、横にね、誰かがいるみたいな感じで、その方に話しかけるような感じで、緩やかにやっていきたいと思います。はい。それでは早速いきましょう。苦しい親子関係から抜け出す方法、19分の1。家出をする。はい。 <laughs> いきなり来ましたね。いきなり裏技的なん来ましたね。うーん。ねこれもちろん、あのー、ね、もちろんというかなんだろうな、うん、家出をするっていうのはなかなか大きなことだと思うんですけども、ちょっとね、子供との間に距離を置く っていうだけでもねちょっと置くだけでも、あ、お母さんいつもご飯作ってくれてありがとうとか、あ、いつも起こしてくれてたお母さんだったんだなとか、あ、部屋汚くなってる、あ、これ気,気づかないところでママが掃除してくれてたんやなとか、えー、ね、まあパパが家でするってあんま聞いたことないけども、<laughs> パパが家でするにしてもね、えー、パパのおかげで、えー、なんだろうな、あの、お風呂掃除、お風呂、きれいなお風呂いつも入れてたんだな、みたいな。 ことでね、あのー、親のありがたみを実感していただけるんじゃないかっていうことが結構大きいですね。今子供といると自分が何も動かなくてもご飯が 出てきてきそして朝起こしてもらえて下手、えー、したら朝の準備もしてもらって宿題の手伝いまでしてもらえると至れり尽くせりの状態の過程もあると思いますでそういう関係からねちょっと距離を置いてみてね、えー、置いてみることでね子供自身もあお母さんありがとうっていつもまるとまるしてくれてありがとうっていう気持ちが湧いてくるだろうし離れたからこそ分かること気づくことっていうのが子供にもあるし大人にもあると思いますあなた自身にもあると 思うんですね離れることであ,あんなことでいつもイライラしてたけど別にそんな大したことなかったよねとかねねあとはやっぱり家の,家の環境ってありがたいなって思えたりでもしくはそのななんだろうなちょっと自分の時間を楽しむことで心が満たされて、えー、子供との時間をちょっとこう穏やかに過ごせるっていうのもあると思いますでこれどれくらいの期間を入れ家で吸うのかっていうのはねなかなかちょっとこれはあのマニュアルがないんでこうだっては言わないんだけど1日2日はどうでしょうかってことですね うん、1日2二日。ね、子供と何か喧嘩をして、ちょっとママ自分の時間を取りたいからって言って、家出をするってこと。まあ、これはね、あのー、悪い方向に転ぶこともあるんですよ。 ね、そういうふうに親の言うことを聞かなかったら、親が出ていくっていうのがね、トラウマになってしまうこともあるので、すべての関わりにはメリット、デメリットがあるんですよ。なので、家出をするってことがどんな場合においても有効かっていうのはそうではないんだけれども、えー、時には有効であるということでね、お伝えしておきましょう。1日2日か1日にでもいいかもしれないですね。えー、なんかね、こう、ね、例えば親,親に、ね、出ていけってね、 えー、言,われ言ってきたとして子供がね、出ていけって言,言ってきたら、あ、じゃあちょっと出ていくわって言って、出ていくっていうのも一つの方法ですよね。はい。19分の2。山歩きをする。うん、これ毎回入ってくるよね。こ自然体験であったり、自然の中に身を置くってことはね。えー、やっぱね、これ日常空間の中だと、どうしてもね、イライラしてしまいますよね。その空間の中、生活環境の中にいるとね。なので、ちょっと日常空間から一歩離れてみて、非日常の 環境であったり、えー、あまりあの体験してない、いわゆる自然体験をすることっていうのすごく大事ですよね。日常空間の中ではいっぱい、いわゆる人と人との関わり方、今人間社会の中で生きているということで、その中ではね、誰かと誰かの比較、競争の中でね、自分は今どの位置にいるのかっていうことで一喜一憂して、人と比較してストレスを抱えてしまったり、プレッシャーに感じることも多いと思います。もちろんね、それは社会で生きるために、ある種ね、自分にしかないスキルを身につけるであったり、えー、選ばれるための 人材になななるってことはすごく大事なことなんだけれどもねずっとその状態だと息が詰まりますよね、お互いね、親も子もね。なので、ちょっとそういう人間社会から一歩離れてみて、えー、自然の環境に身を置いて、一緒に自然体験をする。 わかりやすいところではば、山歩きですね。ハイキングとかね、えー、でもええと思います。まあ、山に登るんじゃなくても、山を歩くでも全然ええと思います。まあ、山歩きって言ってるからね、山登りじゃなくても OK ってことですね。近くに低い山ない ?300 メートル級のね。それだったら1時間、2時間ぐらいでね、すわっとこう歩けるので、あると思う山、うん。どんだけ都会でもあると思います。大阪にもいっぱい山あるし、和歌山なんかもおかか、おかちの家からね、あの10分ぐらいのところに15個ぐらい山があるんですよ。 うん、低い山やけどね、うん、そういうところに登ってね、あのー、普段感じない、えー、感覚であったりあか私は生きてるんだっていう風に実感できたりするので山歩きっていうのはめちゃくちゃおすすめですまあもっと簡単にはバーベキューとかね自然体験川のほとりでバーベキューするとかねそんなんでもいいんじゃないかなって思います、まあ、とにかく日常空間から離れて一緒に楽しいことしようぜってこと非日常のことしようぜっていうことですねここら辺はね はい、えー、19分の4、夫婦でデートする。うん。苦しい親子関係、親との子の関係性、親と子の関係性の中で夫婦の話してるでおかっちって思われた方もいると思うんですけども、やっぱり夫婦関係っていうのは、やっぱ親子関係に大きく影響するよね。夫婦の間に亀裂が入っていたり、お互いがね、コミュニケーションしないであったり、思ってることを言わないような関係性ですと、子供もやっぱり、あのー、緊張状態になるので、えー、仲悪いのかなとか。 二、ねえー、人はもういつか別れるのかなってそういう不安や緊張にね、えー、抱えて、えー、生活することになるので安らがないってことですねそういうふうに、あのー、心が不安定になるってことで子供が心が不安定になるなり親も心が不安定やったらお互い不安定同士だからやっぱりこれバチバチし合,いし合っちゃいますよねお互いのことを思いやるっていう余裕がなくなるのでなくなるのでそういう意味でも夫婦で、えー、仲良くする一言で言う <laughs> 仲良くするってことで大事だよねってことでねあの夫婦でデートするのはどうでしょう 月に1回でもいいし、えーね、2週間に1回でもいいランチにするでもいいしちょっとカフェに行くでもいいし映画見に行くでもいいからなんかねちょっとこう子供をどっかに預けて、うん、預けることダメでしょうかどうでしょう夫婦の時間も僕は大事だと思うんですよね,、うん夫婦あのー、ね預けて夫婦でデートするっていうのもいいんじゃないでしょうかっていうことですね はい。苦しい親子関係から抜け出す方法。19分の5。一緒に料理をするということね。これ料理な。うん。作ってもらえて当たり前じゃないよってね。お口をパクパクしてたら美味しいものが運ばれてくるっていうのは、そんなんは当たり前じゃないよってことですよね。うん。ね。私は家の役割として、これとこれと、あれとこれとこれ、これとこれといこといっぱいやってるんだよってこと。で、家の役割っていうのはね、親がやることだけじゃなくてね。家族全員でやることなんだと。 その中で私はこれとこれをやってるってことをちゃんとねそれを認識してもらうことは必要やと思うんですよ子供にもね。で子供にはね学校に行くことだったり宿題をやったり勉強するってこともね一つの大事な仕事というかあの今のね子供の時代にやることの一つなのでそれはもちろん尊重しつつね とはいえ、家の役割っていうのは、全部が全部親がやることではないんだよってことを伝えることがすごく大事であり、で、その一環としてね、一緒に料理を作るっていうのは結構いいですよね。料理作るっていうのは、なんだろう、うカレー食べたいって,ってカレーって言ったらカレーがやってくるわけじゃなくて、カレーライスを作る工程にはね、まあ何を、何が必要なのかって買い物リストを作って、エヴーグリーンとか行ったりしてね、人参買ったりた玉、玉ねぎ買ったり、カレーのルー買ったりとかしながらね、家帰って人参切って、玉ねぎ切って、えー、肉を切って、 えー、肉とかをこう油で炒めてこうご,とごとごと煮込むとかそういうことでものすごい時間かかるわけじゃないですか、ねえー、お餅とか入れてましたわうちの家庭りもお,お餅入れな絶対あかんってお餅入れないカレーなんか食べへんみたいなこと言ってましたよ <laughs> 言うてましたよお餅入れたらねいい感じにね、あのーあのー、コクが出るんですよ1日目から2日目のカレーを味わえるんですねこれおすすめです はい、なんですけど、まあと、とにかくわがままだったんですよ。やってもらって当たり前って感じで。子供がやってもらって当たり前っていうスタンスではね、なかなかこう、ね、あの対話ができないんですよ、ね。俺はやってもらって当たり前なんだっていうスタンスでかかられると、向こうが上になるわけじゃないですか、ね。カレーって言ったらカレーが出てくる。水って言ったら水が出てくる。そうじゃなくて、お互い対等ですよね。カレー食べさせてもらえますかとか、ね <laughs> えー。水を持ってきてもらえると嬉しいんですけどっていうことじゃないですか。ちょっと極端に言えばね。<laughs> そういうことでしょ。お互い対等な関係を作るってこともすごく大事なので。それの 意味ではね、家の役割っていうのは全部家のやらないといけないかとか家事やらね何やらかんやらあるわけでしょゴミステリアなお風呂掃除やらね、えー、名前のつかない育児っていうのも150個ぐらいリストを上げれますよ、ね、そういうことでしょ、ねえー、洗剤がないあれあの切れないかチェックするとかね、そういうことも含めて、あのー、これは全部親がやることじゃないんだよと。 いうことでねそれを伝える意味でも、一緒に料理をする、月に1回でもいい、えー、週に1回でもいい、一緒に料理をするっていうことを提案してみるのはどうでしょう、で料理をするという点ではね、ねあなたの方がね詳しいと思います、詳しいと思うので、子供がわからないことを助けるってそのコミュニケーションする機会も生まれます、生まれるので、えー、その中でねあなたが食べたいのを作っていいよって,って、何作るって言ってで、どうやって作るかわからない、じゃあ一緒に調べてみようかっていう、ね、その共同作業っていうのはとてもねいいコミュニケーションになると思います。 はいおかちもやってましたちなみにね家でカレーライス作るとか天ぷら作るとかねやってましたよでおかちもオムライスで働いてたからオムライス屋さんでねオムライスの作り方をママに教えてましたわはいめっちゃええコミュニケーションになってた気がするはい、えー、苦しい親子関係から抜け出す方法19分の6命令口調はやめるねこれ命令っていうのは上から下のものに出す行為じゃないですか指示っていうのもそうですね 命令とか指示っていううのはそうなりますねなので、指示とか命令をしている限りは、やっぱりこう上下関係が抜けないということで、やっぱり親と子供としてもね自我が芽生え、自分の価値観がこうしたい、ああしたいってね、自分にとって大切なものであったり、こだわりっていうのができてくると、上から押し付けられると、やっぱりこう反発しちゃうんですよね。まあ、反発することは悪いことじゃないし、そこでしっかりね対等な関係で対話ができたらいいんだけども、ダメなものはダメなんだとかね、えー、親の言うこと聞きなさいみたいな感じでね、押し付けられると、それはもう関係が悪くなっていくでしょ。 ね、関係が悪くなってくるかもしくはいい子ちゃんになってしまって本当に悩んでることを相談してくれなくなるということいずれにせよ悪い方に転ぶと僕は思うんですねでもしかしねでもしかしてあの逆説2つ言いましたけどとにかく、あのー、これだけはいずれないってことはあると思うんですよ、ね あの例えば、ね、例えばなんだろうな、うんまあ、1年生が、ね、親がいないときに包丁を使うであったり、えー、スマホの利用を勝手にしないであったりね、えー、YouTube を何時間以上見ないとかね、そういうふうに親として絶対譲れないことっていうのがあったときに、それに関してはしっかり積極的に介入して、ダメってダメなものはダメでもいいと思うんですよ。もちろんしっかり理由を伝えて、それでも理解しないケースでも、ダメなものはダメダメって、ね。そこは、ね、覚悟なんですね、うん。しつけっていうのは、これがいい、こ,れこういうことをしつけしなさい、ああいうことをしつけしなさいってなくて、 親としての生き方。 ど私にとって大事なものは何かこれだけはいずれないってことそれを、えー、一貫して伝え続けるってことこれもね時には必要だと思いますで子供が納得せなかったとしてもこれはダメなんだとこれだけはいずれないってことそれは伝えるってことも必要だと思います、はい、ただね、えー、あらゆる場面において〇〇しなさいこれはダメあれはダメっていう命令口調ですと、えー、子供は反発するし親との信頼親とこの信頼関係が気づいて築、えー、かれていかないっていうことなのでできる限り指示命令口調をやめて、えー 疑問語であったり丁寧語で使っていくっていうのはどうでしょうかってことですね、えー。こうやってみるのはどうかなとかね。えー、私はまるまるだと思いますみたいな感じでね。やってみるのよどうのはどうでしょうかっていう感じですね。はいということで行きましょうか。 苦しい親子関係から抜け出す方法、19分の7、一人の時間を作るということでね、えーま、専業主婦さんで子育てを一生懸命頑張られている方、親御さんはね、えー、どうしても自分の行動範囲がまさに半径50メートルというか、半径300メートルというか、えー、行動範囲が狭くなって、そこの中の情報しか入ってこない、もしくはテレビとかメディアの、えー、誰々の不倫とか、誰 なん、えー、だろうなそういう自然災害のニュース殺人事件とかそういうネガティブなニュースばっかりが入ってくるとなるとねなるとどうしてもどんよりしちゃうよねどんよりしちゃうよねそれどんよりしてあのエネルギーがない中でこちらの思い通りにならないような勉強しないとか片付けしないとか兄弟喧嘩ばっかりするとかあれいやこれいやって何を作ってもいや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 って言うてくるということになるとねそれはもうイライラするよ。 それはイライラしますよ。腹が立つよ。憎しみさえ湧いてくるよ、ね。子供が可愛いと思えないと思えて当然ですよ。なので、その世界から一歩外に目を向けましょうってことです。ね、一歩外に目を向けて半径300メートルを超えてね、自分が今普段生活しているところではないところに自分の身を置くということ。まあ、先ほどお伝えした山歩きっていうのはものすごくおすすめなんだけども、まあ、とにかくそれを山歩きをするにせよ、時間を作るということです。 はいえー、自分の時間を作る、1人の時間を作る、ね、これはもちろん家を出れるっていう環境であればいいんだけど、子供から、ね、目を離せないっていう状況もあると思います。そうなればね、えー、少しでも30分でもいい、1時間でも2時間でもいいから、えー、ちょっとでもいいから自分の時間を作る、何としてでも作る、子供を預けてでも、できませんでしょうか、作ると決めてから、作る、できない、できないじゃなくて、30分作ると決めませんか、まず。 うん、あの作れない難しいじゃなくて作ると決めて決めたら次の,次の問いはどうやって作るのかって出てくるでしょ作るか作れないか作れるのかな作れないのかなって考えるんじゃなくて作ると決めるんですよはいここです30分作って決める決めてじゃあ何を削るかっていうことを考えるんですね30分絶対に作る絶対に作るってことは何かを30分削らないといけないですねで削ってください捨ててくださいやめてください 手放してくださいそうすることで自分の時間を生み出せます。 で自分の時間ができると、ちょっとほっとし、ほっと、ほっと一息ということで、あの、子供と向き合っている今のその狭い世界の中で、えー、いろいろとこうしないといけないんじゃないか、ああしないといけないんじゃないか、ではなくて、そこから一歩、一歩ね、高い視点で、今の自分の子育てを見つめ直したり、えー、自分がやりたいことをやって、えー、ちょっとリラックスな、リラックスできる、えー、空間であったり、環境の中でね、見送ることで、えー、心が満たされていく。そうすることで、ストレスとか不安や恐れも和らいでいき、 もっととご機嫌にに関われるるようになると思いますそれが1日何時間かわからん30分かもしれないし15分かもしれない何としてでもいいから時間を作ってください週末の土曜日は私のことしかしないって決めてもいいかも家事はしないって決めてもいいかも、まあ、決める,決め,る決めたらちゃんと相手方にも伝えないといけないですね相方にもね でもしそれもいないんであれば、なんと,なんとしてでも子供を預けるってことも含めてね、で子供を預けることができない、なぜならお金がないんであれば、どうやってお金を稼ぐのかっていうことも考えないといけない、でもそのお金を考え稼ぐ時間もないっていうんだったら、これも大変ですよね。 大変ですよね。じゃあ何から進んでいくのかっていうこと何が一番重要なのかっていうことをまず決めないことには今目先に起こっている問題を対処するその対処対処だけで終わってしまう目先のことに対してあれしないとこれしないとっていうやるべきで終われてしまう人生になるので、えー、ちょっと本当にそれをやるべきなのかっていうことを手放していくってこともどうでしょうかね今やってること本当に手放すことはできないんでしょうか毎日やってる掃除を3日に1回じゃだめでしょうか 週に1回じゃダメでしょうかみたいな感じで、えー、ちょっと緩めていくそうすることでも時間が生まれますはい 苦しい親子関係から抜け出す19分の8アサーションを学ぶ、ね、アサーションこれはね相手も自分も大事にした自己表現だったりコミュニケーション法ですよね自分のことしか大事にしないって言って自分の価値観を落ち着けるでもなく子供のことを大事にしすぎて子供の言いなりになってしまうのでもなくて子供も大事にして自分の気持ちを伝える本音を伝える思っていること感じていることを伝える だけど子供にも私と同じ気持ちがあるということを尊重した上で、えー、伝える。これがアサーティブコミュニケーションになります。I am o k、okay, y o u are o、okay、k のスタイルですね。ドラえもんで言うと静香ちゃん。 ね、えー、のび太くんは、言いなりのコミュニケーションですね。自動的、パッシブコミュニケーションと呼ばれています。えー、I am not o、okay、k で、you are o、okay、k のスタイルね。何を言われても、はい、わかりましたっていつも笑顔でニコニコ答える。でも、本音では全然違うことを思っている。一方で、ジャイアン型のコミュニケーションもありますね。えー、アグレッシブコミュニケーション、攻撃型ですね。I am o k y you are not o、okay. k ということで、自分を大事にして、相手は自分の下なんだと見なしたコミュニケーションですね。これですと、やっぱり相手との関係性は 悪くなるし、えー、壊ってなったときにやっぱり相手も自分を大事にしたコミュニケーションを子供とすることが大事だし親とこのコミュニケーションの中で子供自身もねあこういうコミュニケーションって気持ちいいなってことで,学校,で学校とか社会とかでも家でやってるコミュニケーションを使えるようになるということですはいお互い対等に安心できる関係性を築くためにもアサーティブコミュニケーションを学んでいきましょう、まあ、YouTube でねアサーションとかアサーティブコミュニケーションって入れていただ たくさん動画が出てくるし、おかっちのね、えー、YouTube の中にもあります。あるので、あのー、検索欄、おかっちの検索欄、あのチャンネル行って検索欄でアサーティブって入れてみてください。じゃあ出てくると思います。はい、いきましょうか。苦しい親子関係から抜け出す方法、19分の9。期待しない、応援する。ああ、これすごく大事ね。うんあの、子供に期待しないってこと、その代わりに応援しましょうっていうことなんですよ。 期待するっていうのはね、やっぱりね、子供のことが大事やし、幸せにしたいし、愛しているから。だからこそ、ね、中学受験を受,受けてほしいなとか、えー、小学2年生までにはね、もう、えー、クックが言えていてほしいなとか、ね、漢字もここまで書けるようになってほしい英、英語もペラペラに話してほしいなどなど、いろいろと期待することが大きくなっていくるんですね。で、英語を話せないと、中学受験に合格しないと、子供は幸せにならないんじゃないか。だから、親が子供のためにレールを作ってしまうんですね。 幸せになるためのレールですでそのレールを作って子供を,それを乗っけようとするそうすると子供は苦しくなるよねお母さんに求められていることをしないとこれをやったら褒めてもらえるこれをやらないと嫌われる親の顔色をかかって自分がやりたいことを殺して 自分の気持ちを抑圧して、えー、親のやりたいこと、親の期待に応えるようになる、いわゆるいい子症候群ですね。いわゆるいい子になってしまう。ね、他人軸、親軸になってしまって、えー、大人になっても自分で決められない、自分で考えられない、えー、周りが、ま、から指示が来るまで動けない、そういう子になってしまうこともあります。なので、期待をしないということ、まあ、完全にゼロにするというわけではないですよ。これ難しいよ。期待はしてもいいんだけど、それを押し付けないということがないですね。それが難しいので、今、応援するという言葉を使っていて、まあええー 使わせててもらってます。期待するとね、期待っていうのはそもそも親の価値観の押し付けですよね。で、自分の思い通りにならなかったら、えー、がっかりするって、その、なんだろう、これが失望のシステムじゃないですか。失望、がっかり感の仕組みですよね。期待をして勝手に裏切られる。これが失望なんですよ。ね、そもそも期待してくれって頼んでない、子供は。 そうでしょね、なのんで、そのままの自分を認めてほしいんですよ、子供は。期待に応えようが答えなかったとしても、頑張っても頑張らなかったとしても、そのままの自分を受け止めてほしいんですよ。僕はそうでした。あなたはどうでしたかね、親の期待に応えなくても、親の言うことを聞かなくても、生きているだけで OK と、そういうふうに思ってもらえませんでしたかどうですか僕はそう思ってたよ。うん。 なので、期待を持てば持つほど、なんだろうな、親の顔色が上がったりとか、自分の気持ちを殺して、周りの期待に応えようとしたり、はたまた親の価値観に反発したりして、親子関係がギスギスしてしまうということがあります。なので、その代わりに応援しましょうということです。応援するっていうのは、まあ、あくまでもプレイヤーは子供、うんあの。子供の人生のフィールドでプレイするのは子供です。で、親は観客席として、それを見守るっていうポジション。 子供がやりたいことがあったら応援するし勇気づけることもある不安になっていたらそれに寄り添って不安を受け止めることもあるだけど観客席から、えー、フィールドに飛び降りて、ね、フィールドに立って子供の代わりにプレーするなんてことはあってはいけないよねしそれはできないやろ、うん、だ今はできたとしてもこそずっとずっとその子供の代わりにね、えー、子供が就職しましたと <laughs> その就職先に親がついていくことなんかできへんやん できへんよね。なので、そういう意味でも子供がね、自分の人生を自分のために生きるってあくまでも主人公は僕なんだ。ねえー、僕の人生だから僕が自分で考えて行動するそういうふうな主体性そして当事者意識を持たせることってものすごい大事だね。自分の人生に責任を持たせるこれ大事ってなった時に子供の代わりにプレイしないってこと、はい、親は観客席で応援する期待が強すぎると子供の代わりにプレイしてしまうんですよ。 先回りしてヘルプしたりあなたのために言ってるのよやめといた方がいいんじゃないって言ってしまうんですよねなので期待しない応援するそのスタンスで関わるっていうのはいかがでしょうかはい19分の10 世間体を押し付けないということね、子供のためにも自分のためにもならない。だけど、ここではちゃんと叱っておかないと他の子、子他の親御さんの、ね、目があるから、ちゃんとした親と思われへんのちゃうかと、ね、ちゃんとしつけができてないと思わ,れ思われてしまうんじゃないかと、そういうふうな恐れがあって、えー、世間体を気にして子育てをしてしまう。ねあなたのためよって言うんだけど、いやいや、それって自分のためやろ。世間体が気になるだけやろって。え、ね 言いたくなりませんでした子供の時に。ありませんでしたどうですかであなたのためを、いや、それはあなたの世間体を気にしてるんでしょうと、ね。中学受験に合格することで、まるまる中学に合格したっていう、そのブランドが欲しいんでしょうと、ね。そういうこと思ってませんでした、ね、どうですかでそうなると、まああのー、一気に冷めるんですよ、子供は。うん、冷めるっていうのは、親に対する不信感をえ、不信感が持たれるんですよ。子供に不信感を持た,持たれる。 ということで、信頼関係が築けないんですよ。あなたのためよって言っててほん、本当は自分のためなのにって思ってたらね、信頼できないじゃないですか、そんな人のこと。そういうこと。なので、世間体を押し付けないで。でも価値観は言ってもいいんですよ。自分はこう思う、ああ思うってね、えー、スマホはスマートフォー、スマートフォンはね、えー、小学生はだめだと。なぜならこうこうこうだからと。目に悪いし、いろんな犯罪のリスクもある。なので、中学以降だよね,ってね。っていうふうに、自分の価値観を押し付けてもいい。押し付けるというか価値観を言うのはいいですよ。 で、その中に先ほどもお伝えした通り、自分の価値観の中で絶対譲れない価値観だよね。それはもう断固として譲らないっていう方針でも OK ですよ。それが自分の,その家の中のルールであり、家訓であるんだとすればね。じゃあそれをちゃんと徹底して守ることが大事ですね。一貫してね。うん。はい。という意味で世間て押し付けない。これすごく大事ですよね。じゃあ次行きましょうか。半分終わったな。残り11、12、1三十3 14、15、16、17、1九19。1、2、3、4、5、6、8。残り9個ですね。 はーい。じゃあ、残り半分、気合い入れてやっていきますね。あ、気合い入れたらあかんね。マイペースでやっていこう。そうしないとちょっと続かないからね。えー、っと、19分の11。できない約束はしない。いや、これ大事よ。これめっちゃ大事よ。ね、約束を守るって大事ですよね。いや、あのー、お互いの信頼関係って、約束を守る、その積み重ねによって信頼関係ってできてくるよね。で、親が言ったことを守らない。 そうすると子供は親のことを信じ,信じられなくなる。そうだよね。で、親自身もそうやん。あの、子供が、子供と約束をした、子供とやった約束をね、子供が破ると、あの子供に対して不信感を持つよね。そういうことなんだね。やっぱこう約束ってことすごく大事だよね。信頼関係を築く上で。そういう意味で子供に約束を守らせることはすごく大事よ。大事なんだけど、それ以上に大事なことは、自分自身が、 子供とした約束を守る。もっと言えばできない約束はまあ最初からしないということですよ。うん。あまた後でねとかまた後でねっていつですかこれまでまた後でねって言ったことってちゃんと守られてますうん。これ終わったらねこれ終わったらねって言ったことを忘れてませんかおかちもあるよ。 今、準備してるよ。おかっちおかっち、シュートゲームしよう。ああ、ごめんごめん、おかっち、準備あるから、これ終わったらいいよって言って、ね。で、準備終わったんですよ。準備終わったのに、それをすっかり忘れてしまって、えー、その生徒からね、おかっち、準備終わったらやるって言うたやんって、怒られましたよ、昨日。あ、これ昨日のことよ。うん、ああ、ごめん、忘れてたって。あるんですよ。これいっぱいあるよ。<laughs> あるんだけど、また後でねとか、準備終わったらやるって言ったことは、覚えておこうねってことですよ。今、自分に言ってます。 はい、自分に言ってますすすこれすごく大事なんですねその積み重ねがねそ,のその積み重ねによって、えー、子供も私子供と親との間にあった約束を子供が守るかどうかっていうのね決まってくるんですよ。それが全てじゃないけれども、ね、親に約束を守ってもらった私も約束を守ろうっていう方向にコミットしていくんですね。 これすごく大事なんですよ。お互い約束を守ることで信頼関係ができてくる。なので、相手に期待すること、期待をする,すると裏切られた時にイライラが出てくるね。で、えー、約束を守るかどうかっていうのは自分にはコントロールできないんですよ。子供が約束を守るかどうかね。自分がコントロールできることは、えー、これをやってねっていうふうに伝えることはできるし、で、子供との約束を自分自身が守ることは、これは自分でコントロールできることだよね。なので、自分がコントロールできることに目を向けて、 子供とした約束は守る。そしてできない約束はもう最初からしない、うん、また後でねって禁止です具体的にいつやるのかを伝えてくださいで,できないんだったら私はやらないって言う言う <laughs> 絵本は読まないよとなぜなら私は絵本を読むの嫌いだからその代わりうのはできるし将棋もいいし鬼ごっこもいいよただ絵本を読むのは私はしないっていうのも OK だと思うんですよ ケー、ね OK、だと思うんですね。何ができて何ができないのかっていうことをちゃんと見極めてできる約束をするということ。できない約束は最初からしない。これ、ごっつ大事だと思います。はい。じゃあ次いきましょうか。19分の12言葉と行動を一致させるね。 いやいやいや、まあ、これはもう親子における信頼関係につながってくるけど、言ってることとやってることが違うかったら、これもね、あの信頼されないですよね。言ってることとやってることちゃうやんって、ね。例えば、ね、英語勉強しな、い将来困るよって子供に言ってて、えー、親自身が全然英語を話せへんし、英語を勉強しようとしない。じゃあ子供に言われるんですよ。えママは勉強しなくていいの将来困るよって,て。なんて答えるんですかママはいいの ママはいいのって何でママはいいの何でいいの、ね、ちゃんと説得,説得できる理由を伝えられますかそうなんですよ。言ってることとやってることを一致させる。どうですか、ね、失,敗失敗してもいいよって言いつつ自分が失敗するのを恐れている。 一人で遊んでいいよって言いつつ自分は一人でいると不安になって、えー、ランチするときもいろんな友達と遊ぶ、あのー、食べるとかね言ってることとやってることもっと言えば自分の生き方ですよそう生き方生き方が無意識な行動として出てくるから行動だけを整えようとしても難しいですつまり自分の生き方 生き方っていうのはいわゆる、えー、人生脚本ですよねずっと言ってるその無意識に行動してることが95%なんですよ僕たち私たちはね、えー、潜在意識に眠っている人生脚本が私たちを突き動かしてるんですねそう意識してることなんかわずか5%だから頭で思っててもダメやと思っててもやってしまうっていうのはその意識してる力よりも無意識の力の方が強いからなんですよ そうなのでその、自分の生き方自身を整えていくこと、これがねあの、本質的に子育てにおいて僕は大事だなって言ってて、えー、親の生き方を作るであったり、人生脚本を見つめ直すっていう生き方プロジェクトとかライフスキルコーチにってことは、がっつりやってるんですよ、がっつりやってる、うん。なので、言葉と行動を一致させる、ね、言葉と行動、行動っていうのは無意識にやってる行動が多いので、あの意識できる部分で5%でしょ。だから自分は言葉と行動一致してるって思ってても、 知らないところで言葉と行動が一致していないケースがあるんです。隠せないんですよ。なので大事なことは、あのー、潜在意識です。そうです。人生脚本なんですよ。 親と子の間に作られた人生脚本ちっちゃな時にね0から6歳の間に作られたねき生きるために大事な価値観とか信念ですそこを見つめ直すことが大事だよねってことです YouTube でね人生脚本をどうやって書き換えるのかであったり自分の人生脚本を知るための動画っていうのを、えー、投稿してるし公式 LINE 登録してもらったら人生脚本の書き換え方ということでね26本の有料講義の動画をプレゼントしてます概要欄から公式 LINE チェックしてみてくださいはい 苦しい親子関係から抜け出す方法。19分の13。子育ての成功を定義する。うわー、これ大事やなーうーん。子育ての成功って何ですか聞いちゃった。成功って何うん。子育てどうなったら成功なの答えてください。お願いします。子育ての成功って何ですか何ですかもっと言えば、子育てにおける失敗って何 何したら失敗なんねテストの点数が悪かったら失敗ですか子供が、えー、バスケの試合でレギュラーになれなかったら失敗ですかねどうですか字が上手に書けなかったら失敗ですか女の子らしくできなかったらおしとやかに育たなかったら失敗ですか子育ての失敗って何成功って何これを定義しましょうってことです。これすごく大事ね。そう。あの子育てが分からなくなったり子育てに自信が持てないのは目的地が明確じゃないからなんですよ。 僕たち、私たちは目的地が明確じゃなかったら、どの道を進んだらいいか分からん。だって、無数にあるんですよ、道は。北海道に行く道、東京に行く道、静岡に行く道、奈良に行く道、沖縄に行く道、四国に行く道、ね、ば全部いろんな道があって、どの道に行ったらいいかって今、立ち止まってる状態なんですね。決められないんですよ、この時点では。だって、目的地が決まってないから。目的地があやふややから。 目的地が決まると、どの道を進んだらいいか、子供とどう関わったらいいかが決まるんですよ。ねだから目的地の解像度を上げる。なんとなく、日本に行く。日本ってどこってなるでしょ <laughs> ぼんやりしてるでしょぼんやりしてたらあの、道が見えないですよ。子供が幸せになる。幸せって何ぼんやりしてるよね。幸せって何ですか子供がたくましく生きる。たくましくって何ですか はい、解像度を上げて目標を設定するってこと、ゴールを設定する目的地ですよ。大日本に行くじゃなくて大阪に行く、大阪に行くじゃなくて USJ に行く。そうすると、今、和歌山市駅にいる僕はどうしたらいいのか分かるんですよ。そのまま南海電鉄乗ってったらいいじゃないですか、ナンバーまで。そこから JR 乗り換えて、そこからね、えー、西九条かどっかに行ったらいいじゃないですか。そういうことでしょ。そう、目的地を明確にする。 つまりあなたにとっての子育ての成功そして失敗をしっかりと定義するということですその成功とは何ですかって聞かれたら、えー、5分ぐらい語れるようにしてください少なくともね子育ての成功とは子供を幸せにすることですえこれ10秒これ10秒です <laughs> こんなぼんやりした目標ではどの道を進んだらいいかわからないだから周りに振り回されてしまうんですよ子育てに自信が持てないんですよ目的地が決まるとどう関わったらいいかが決まるんです そうなんですでおかちの公式 LINE 登録してもらって、I am a star、大文字、全部大文字ね、I am a star ってね、スペースなしで入れていただいたら、目的地を見つけるための動画が届きます。人生のビジョン、子育てのビジョンが見つかりますので、ぜひね、公式 LINE 登録して、I am a star、大文字よ。I am a star ってで、スペースなしで入れてもらったら届きますので、ぜひプレゼント受け取ってくださいね。はい、秘密の暗号でした。はい、いきましょうか。19分の14。やらなくていいことをやめる。いや、これ。 大事や。全部大事やー。あのー、やらなくていいことやめましょう。はい。何をやらないといけないかじゃなくて、減らすんですよ。 減らすことが大事なんですね。あれをやらなければいけない。これをやらなければいけない。英語を習わせなければいけない。字を上手に書けるようにしなければいけない。えー、一人でね、えー、勉強することも大事だし、集団生活の中でうまくやっていく力も大事。あれもこれも、それもどれもってなってしまうと、子供を追い詰めてしまうんですね。でそれができなかった時に自分を責めてしまうんですね。そうすると子育てがしんどくなってくるんですね。子供が可愛いと思えなくなっちゃうんですね。 憎く,くなってくるんですね。イライラしちゃうんですね。ガミガミ叱っちゃうんですね。そう。なので、あれやらないと、これやらないとじゃなくて、何をやめるかを決めましょう。はい。今の子供との関わりにおいて何をやめるそれ決めませんかやめた方がいいなと思うのリスト作ろう。まず、わーってリストいっぱい書いて、えー、それを重要やなって思うことやめやめ、やめたらね、メリットがあるなって思うことの中でね、すぐにできそうなことをやっていこう。 まずじあの、各年ね、やらなくていいなって思うこと、いっぱい過去、例えば忘れ物を、ね、届けるであったり、えー、子供の宿題やってるところを口を出すであったり、ねえー、な何だろうな、言葉遣いを、えー、あれだめこれだめって、もう逐一注意するとかね、それが何がダメなのかっていうのはあなたが決めないといけないよ。これ正解ないからね、何をやめるのかっていうのを書き出してください。でそれをいっぱい書き出したら、えー、順番に並び替えてください。 あの重要だと思うことからね、これをやめたら子供との関係が良くなるなと思うことをトップ、ナンバーワンですね。そこから順に並べていって、それで上から見ていってね、すぐにできそうなことから実行するということです。どうでしょうか。あなたは何をやめますかおかち聞いてるよ。何やめるんです何,何をやめるんですかコメント欄入れといてください。はい、じゃあちょっとね、ほうじ飲もうか。 うん、はい、苦しい。親子関係から抜け出す方法19分の15。子供の課題に踏み込まないそうなんですよ。親子関係が悪くなる一番の要因っていうのは、子供の課題に踏み込んでしまうことなんですね。 うん、踏み込んでほしくないところまで踏み込んでしまう。そうすることで子供はもう親と話したくない、親と過ごしたくない、親の言うことなんか聞きたくないってなっていくんですよね。これすごく大事なんですよ。こっからここまでは子供の課題、こっからここまでは親の課題ってしっかり境界線を引くこと。で、子供の課題なんであれば、親は観客席で見守る。見守るんです。で、親の課題であれば、もうね、その、なんだろう、フィールドに、えー、降り立って、えー、それを止める。ピーって止める。 それが大事なんじゃあこれをどういうふうに境界線を引くのかこれは13で紹介した子育ての成功を定義することによって見つかるんですよ私にとって子育ての成功ってこうだ子供にとって子供はこんな子供になってほしいこんな子供っていうのは将来こんな力があってあんな力があって自分がやりたいことを突き進む失敗しても立ち上がって、えー、自分はあれやりたいこれやりたいって自己表現しながら周りの人たちと巻き込みながら幸せになっていく まあそういうふうな子どもを育てたい、これを3分、5分語れるようになるで。それが見えると、そこがはっきりすると、何をやめたらいいか、そして何を、えー、やったらいいか、ここまではやったらいい、ここまではやったらいけないという、そのラインがはっきりするんですよ。これ目的地が明確になると、それが明確になるんですよ。なので、まずはどんな子どもを育てたいか。 子育てにおいて何を大事にしたいのか、そこを明確にしましょうってことです。そして親の課題、こ,こ,こ,のこれは親の課題だ。これは何があっても止めないといけない。命に関わることだから、法律に違反することだからとかね。これは、えー、スマホをやりすぎるとダメだからみたいな依存。依存症になってしまうからみたいな、ね。そういうふうにダメな、これはダメだからってことを親の課題として設定して、親の課題であれば積極的に介入する。でそうじゃないケースであれば全部子供の課題だから、えー、子供を見守る。 ねえー、そういうふうに線を引いて、えー、親の方やったらこう関わって子供の方やったらこう関わるってことを、えー、冷静な時に作っておくってことはすごく大事なことかなと思います。19分の16不安や焦りをぶつけない、ね、子育てしてたらこのままでうちの子大丈夫かなとか、えー、他のまま素敵やな優しくて穏やかで絵本の英語の読み聞かせなんかしてるでてフォニックス教えてるで ね、平泳ぎ教えてるでみたいな。平泳ぎ教えてるママってあんま見ないけどね <laughs>。まあパパやったらね、教えてるでみたいなね。あんなパパみたいにあんなママみたいにならないといけないんじゃないかって、ね。焦ってしまって、心配になって、不安になってしまって、それを自分の中で抱え込むとしんどいから子供にぶつけてしまうと。あなたのために言ってるのよと。あなたが心配なの。あなた、これやりなさい、あれやりなさいっていうふうに言ってしまうってことですよね。そうなると、子供の心も不安定になるってこと。 ね、親が不安定だとそれに共鳴してしまって子どもの心も不安定になるということですよねはい不安や焦りを持つのは自由です持つのは自由だけどそれを子どもにぶつけるかどうかね親の課題なんだったらぶつけてもいいと思うよ積極的に止めてもいいよでもそれは子どもの課題なんだったら子どもの意思を尊重してあげることも大事ですよねじゃあその不安や焦りっていうのは子どもにぶつけるのではなく自分で解決することも大事ですよね そうですよね。自分の感情のせいは自分で取る。そういうことじゃないですか。ね、親の課題、子供の課題を見極めて、ああ、これは子供の課題だ、そこまで口出すことがないなと思うんであれば、思うんであればその不安や焦りは自分で解決する。そういうことです。で親の心が安定すると、子供の心も安定してくる。これすごく大事なんですよ。だけど、不安に思ってることをじゃあ言ってはいけないんですか違うんですよ。先ほどお伝えした通り、親の課題だと思うんだったら積極的に介入してもいいと思います。 だけど、これは子供の課題だと思うんだったら、別に子供が意見を求めるまで、助言を求めるまでは口出ししないっていうのも一つのスタンスですよね。スタンスですよね。不安や焦り、イライラを感じた時にそれをぶつける前に、これは親の課題なのか子供の課題なのか、はっきりしましょう。はっきりしましょう。うん。で、親の課題だったら積極、積極的に伝えてもいいし。で、伝えるときにも伝え方があるよ。アサーティブコミュニケーションね。丸八で紹介したアサーティブを学びましょうってことね。 アサーションを学ぶってことでね、これおかっちの動画あるからこれ見て、これを見ていただいたら、自分の不安や焦りとかイライラ、そこで感じたその意見を、どうやって子供にを傷つけずにね伝えることができるのかということを解説しています。前編と後編で解説しています。あの前編は無料で見れますので、あのあの後編も無料で見れるわ。あの公式 LINE 登録してもらったら、前編も後編も見れます。はい、見れますので、あのとにかく概要欄にある公式 LINE に登録してください。ということですよね。 はい。19分の17。子供の言葉に反応しないね。子供の言葉遣い悪いなって。クソババアってどういうことよ。とかね。そんな言葉遣いしてたら学校で嫌われるんちゃうか、いじめられるんちゃうか、のけものにされるんじゃないかと。そういう自分自身がいじめられたり、そうやって省かれたり経験があると、より一層そういう風にね、不安になってしまったり、恐れてしまうんですよね。なので子供の言葉遣いに反応したり、自分に投げかけてくる言葉にいちいち傷ついたりするんですね。もちろん傷つくっていうのは事実です。自分がそういう風に感じた っっていうのは事実ななんですよそれをなかったことにしないこれも大事なんですけれども、大事ですけれども、子供の言葉っていうのはね、やっぱり子供ってうまく感情を言語化できないっていうことじゃないですか。で僕たち、私たちも自分の感情を正確に言語化するって難しいわけでしょ自分が思ってることを相手を傷つけずに言う。これ難しいでしょ難しいから、アサーティブコミュニケーションだったり、いろんな本が出てるわけなんですよ。人間関係を円滑にするための伝え方ですよ。これ難しいんですよ。子供からしたらもっと難しいんですね。なので、いちいち子供の言葉に反応しない。大事なことは、 その言葉の背景にどんな気持ちがあるのか、どんなことこだわりがあるのかっていうことを読み取っていくということ。読み取った上でね、あ、あなたはこうこうこういう考えを持っていて、こういう風にしたかったからそれができなくてイライラしてるのかなって。 いう,ふうに言葉の背景にいる感情、気持ち、思考っていうのを全部要約して伝えてあげるということそうすれば子供の気持ちもスーッと外に出て落ち着いてくると思います、はい、言,言葉遣いを直そうとするんじゃなくて言葉の背景にある気持ちやこだわりをスーッと出してあげることで子供は、えー、それは相手を傷つけずに言語化できるようになるんですよ自分の気持ちの正体がわかると。 あ私はこう,こ,うこういうことがあったから順番の重されたから腹が立ってるんだなって分かれ,分かれば順番の課したとより、ね、人にね僕,僕はここで10分並んでたから順番の課しされるとちょっと悲しいわって伝えれるじゃないですか自分の気持ちが分かったらねそうそうなので言葉遣いを直したいんであればね言葉の言葉の背景になる気持ちであったり思考とかに共感してあげてそれを汲み取ってあげるってことがすごく大事なんじゃないかなと思います はい、19分の18、イライラの1時感情を言語化するということでね、まあ、16、17に近いんですけど、まあ、まとめみたいな話なんだけどね、イライラっていうのは偽物の感情なんですよ、はい、あのイライラの背景には本物の感情があると言われてて、それが1時感情なんですね、イライラっていう2次感情の背景には、本当の気持ちが隠されてるんですね、例えば、ね、子供が時間通りに帰ってこない、約束の時間、6時過ぎても帰ってこない、連絡もない、その状態に対してイライラしている。 これは二次感情なんです、イライラは。その背景にはどんな気持ちがあるのか。ねえー、危ないことになってないかなっていう心配をしていたり、ねえー、危険なことになってないかなって不安になっていたり、約束を破られたっていうふうに失望していたりがっかりしている。ここが本音の感情なんですね。なので、イライラっていう感情をイライラっていう形で伝えるんじゃなくて、イライラの背景に本当の感情は何なんだろうって自分の感情を言語化するってこと。がっかりしているとかね、えー、不安になっている、焦っている、 大丈夫かなって心配している。そういう感情を言語化して、そっちの一時感情を伝えてあげるんですね。ねなんで時間通りに帰ってこないのってイライラをイライラとして伝えるんじゃなくて、ねえー、時間通りに帰ってこ,こなくて何かあったんじゃないかってママは不安だったの。ね、心配だったの。今度から遅れる時は事前に LINE してくれたら嬉しいわ、安心するわって伝えると受け取りやすいですよね。はい。 イライラの背景にある本物の感情を言語化して、その本物の感情を伝えましょうっていうことです。はい、いよいよ最後ですね。はい、興味があることをやっ てみるということねこれはね、7で紹介した一人の時間を作るであったりや、歩きをするってことであったりね、まあ、そういうところにもつながるんですけども、やっぱりね、子供、子育てだけが生きがいになってしまったり、子育てが自分のすべてになってしまうと、自分の思い通りにならんかって、やっぱイライラするんですよで。いろんな期待を持ってしまうんですね。だって自分の幸せが、やっぱり子供の幸せ、子供が幸せになることが自分の幸せみたいな、そこがもうニアリーイコールになってしまう、もうイコールになってしまうと、一心同体になってしまうと、 ねえー、子供が勉強できてなかったらいちいち不安になって子供の言葉遣いがいちいちいらだってしまったりとかしてね、えー、子供の言動に一喜一憂してしまうということなんでそれだとお互いが良くないと思うんですよなので適切な距離感があると思うそういうい適,適切な距離感を探るために自分の時間であったり意識っていうのを子育て100%にしての30%自分が興味があることをやってみるとか。 ね、自分の仕事の方に40%向けてめるとかなんかその要は時間をどこに使うのかってこと時間をどこに使うのかによって意識がそこに向くから。 子育ててに時時間間をを使っっるるんやややたたら、えー、20 1日2時間は自分のやりたいことをやるとかねそういうふうに時間の配分を変えることで、えー、子供に100向けられてる矢印が自分の方他の世界に向けられるので、えー、子供もストレスをか感じずにお互いいい距離感で付き合えるんじゃないでしょうかってことですねはいということでやっぱり興味あることをやってみ,みましょうってことです好きなことをやってみようっていうと好きなことっていうのは難しいんですよなのでちょっと興味があることちょっと気が進んで んんだここととを1回やってみんかいっててみへかいいですよはい、おすすめ山歩き。ね、こんだけおかち山歩き、山歩きしてたら、ちょっと興味持ってきたんちゃう家の近くにある山歩きも別になんか登山グッズなんか買わなくていいよ。低い山やったらね。うん、低い山やったらよ。うんで、買わなくていいから安全な道をちょっとぶらっと歩いてみるのはどう もう歩くっていうのを、あのー、あれやったら、なんだろうな、川、川のとこまでね、川の近くまで、あの、運転して、えー駐車、駐車場に車停めて、あのー、なんだろう、BBQ 用のね、椅子があるでしょあの、椅子を川のと横に置いて、川を眺める、チェアリング。でもいいわけじゃないですか。ね。そういうふうになんかちょっと興味があることをやってみる。やってみるんですよ。やってみる。あの、本当に好きなことが見つかるまで動けないじゃなくて、 ちょっとや面白そうやなとかちょっとやってもええんちゃうと思うことを一回やってみませんかっていう提案ですよ。はい。ということでございます。はい。今日はね 苦しい親子関係から抜け出す方法を19個紹介しましたということで、まあ、苦しい親子関係の中で全部私が悪いんだって罪悪感を持ったり自分が耐えればうまくいくって、ねえー、我慢したりする必要はもうありませんということですよね子供との関係で辛いとか苦しいとかやりきれないとかイライラする腹が立つにくいそのようなネガティブな感情にとら、えー、われているとやっぱり子育てが辛くなってくる苦し,苦しくなってくるし子供も、ね、家での居場所がなくなってくる居心地が悪くなってくるってことで ますますね、親を嫌悪するようになるんですね、はい。親子関係が断絶する恐れもありますということでね、子供に憎まれることって一番辛いよね。そうならないように、この19個紹介した何かをね、一つでも。 なんか一つでもね、なんかこういう参考になったわって思うことを実践していただけたら幸いです。で、やってみてどうだったかっていうのもまたコメント欄で教えてください。で、今日の配信聞いてね、少しでも参考にできることがあれば、評価ボタンとかいいねだけちょっと押しといてね、めちゃくちゃ励みになるから、ちょっとね、正直1時間話すとね、飽きてきたんよ、僕。<laughs> 正直飽きてきたんよ、これ。29本ぐらいやってるやろ。ちょっと飽きてきて。えー、去年の10月くらいから始めてね、まあ週に3本ぐらいで撮ってるんですけど、ちょっと飽きてきてるんですよ。<laughs> なので、ちょっとコメント欄とかで勇気 付けていただいたらあの頑張れるのでぜひその辺はよろしくお願いしますということですで概要欄にはねあのあれありますよあれっていうのは。 あの親も子も楽になる緩める子育ての本の案内とか公式 LINE の案内はあります先ほど紹介したね、えー、自分の、えー、ビジョンを作るいわゆる子育ての目的地を明確にしようというところをね、えー、公式 LINE で「I am a star」って入れていただいたら出てきますこれちゃんとね言葉を入れないと出てこないです「I am a star」スペースなしの大文字の英語ですよ はい。ぜひそれでお願いします。この番組では、親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を全力で紹介してまーす。なので、明日も聞いてもいいかなと思っていただいたあなたは、っていうか、ここまで聞いてくださったあなたはもう義務です。これ義務ですよ。ここまで聞いたんなら、フォローボタン押しといて。 チャンネル登録,登録ボタン押しておいてください。ぜひお願いします。えー、動画を視聴し,していただいている方の8割はまだチャンネル登録をしていないということが記録上明らかになっています。はい。インサイトではそういうふうに記録されていますので、ぜひチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。ということで、押してくださいね。ポチッとね。はい。ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界はテラテラと輝く。 ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバイ。そうなんですよ。後半になるとね、ちょっと眠くなるんですよ。今ちょっと眠いんですよ。